今日は全部整列で気づいてる。お、急にじゃんねえ、急に3発出たよ。うまい棒が、ま、真後ろにあるんですけど、すごく賑やかなので、今データ上から数字見たら五代合算のレギュラー確率が3200分の12で269分の1、5と6の間ぐらいです。でうまい棒が改めて動き出してってなったってことは、今日機種的にあれちょっと足りなくねってみんなが思ったから打ち始めたんじゃないかなと思われるので、そう考えるとうまい棒が全部当たりである可能性はまあまあ高いのかもしれないですね。おっさん、ビップレード、頼む。組み立てばっかり、あー外れて、外れねえ、あー厳しい、あー厳しい、あー当たった193ゲーム。あー中押しのバーはバー下段に止まって風鈴が外れると当たり、あドンビッグで、この形になるとほぼ外れで、たまに奈良が揃うで、赤玉下段に来るとレギュラーなんですよ。もうダメだと思ったら揃ってくれました。あ、外れが弱いな、これまだ一番あるかもしれないな、やっぱレギュラー引かないし容赦ねえな。リーチメドチェリー付きの386ゲーム、多分当たってると思いますよ。うん、当たってるで、レギュラー、まあんな感じでドンツーでチェリーで当たるときはチェリーゲームで気づけちゃうのがほとんどです。頑張れそう。投手がね今7本。これ以上掘るのは厳しいかな。打ち角がどうこうってガリさん言ってたから、ニューパルド打ち角が化け5回だったんでいいかなと思ったけど、でも実績的に入ってるっぽいのをあんまり見たことがないっていうのはやっぱね、どうしても引っかかる。この時間帯からやるようなことでもない気がする。なのでもしこれをやめるとなると、僕は結構終了チックですかね。はい、というわけで101ゲームかな。でやめます、これはもうやめた方がいいと思います。マイボー全5台の中で私の台ともう1台、その右2つ隣がねまだレギュラーゼロ回なんですよ。まあ、5、6並みとは言わないから、せめて1ぐらいでは、1の確率ぐらいでは引いてほしいな。そしたら全然終えます。やっぱり並ぶんですね。74ゲーム、75ゲームビッグ、負け引けないですね。出玉は順調ですけどね、設定推測予想的にはまだ不安だな。
今見ました。光った瞬間私こうやってたわ。一フットボタン押しに行ってたわ。自分で笑っちゃった。136ゲーム、レギュラーだったら嬉しい。137ゲーム。なあ、ビッグだ。目玉的には嬉しいですけどね。なんとうまい棒でドル箱に手が届きました。目玉は順調です。うまい。あ、先光もあるんだ。これって一緒なのかな。中リール上中段に7狙って枝に落ちたら単独でいいのかな。レギュラー2ゲームレギュラー、そっか、両方引っ込める範囲で押せばいいのか。となるとこっちだ。2ゲームレギュラー、やっとレギュラー引けた。ちなみにレギュラーの打ち方は順応してきた打ちでしょうか。よし、まあ250分の1が313になることはあるけども、減って4ぐらいだもんな。ちょうど4の近似値ですね。怖いなあ、こんなに悪化しちゃうとはなあ。いや全然ありえることなんだけど、ただ一応確認のために他の島も見てみよう。やっぱりね、岸寄せ傾向が見えないんですよね、一箇所も。うまい棒が違うんであれば、じゃあニューパルにもあるってことか、各種にあるんだったら。一応ね、まだうまい棒を見限ってるわけじゃないんですよ。またこうやって相手バケ引いてるし。ガリさんだけバケ引いてなかったね。あともう1台。あ、もう1台で残りの3台はもう圧倒的に足りてるんだけど、半分か。そうなんです、半があるんですよね。半って言われたら怖いですもんね。そう、メイン機種というか鉄台数4台ぐらい以上ある台はみんな正解ありそうですもんね。そうそうそう、ありそう。でもニューパルだけ過去の例も含めてないんだよね。あ、まあ掘られないんだけど全然。もう一押ししてみていいです。あ、全然いいですよ。もうちょっと押してみてダメならちょっと、あ、ダメっていうか私ともう一台どっちもダメなままだったらやめます。はいはい、じゃあ僕もちょっとデラックス3どうするかちょっと考えてみます。はい、まあこういった台であってもあんまり良くないんだよね。8と7って見た目良さそうに見えるけど、だから打つんであればこれだろうね。240分の1でレギュラー引いてるんで。ニューパル打ってみていいですか。やってみます。やります。やることにしましょう。でもこれもう最後ね。はい、それではニューパルスはデラックスでしたね。デラックスでしたね。1200ゲーム2の5、まあこの中ではぶっちぎりでレギュラー引いてます。これ台、まあ、5台あるんで1台あの他の島の状況見ると1台はあるだろうというところなんで一番可能性高いと思いますけど、ただまあ過去のデータを見てるとニューパルサーに使ってた実績がないとは言わない。そうじゃなくてニューパルサーいつも回ってないですよ。うん、だから入っても分かってないだけなのかもしれない。まあ推測は比較的しやすい部類なんじゃないかなと思いますんで、まあやっていきましょう。というわけでもう一押ししてみて、私の台もしくは私の右2つ隣の台どっちかが反応してくれれば粘るし、どっちも反応しないままならやめます。一応ね、検索すると通常時のベル確率が設定1で 4.2、 設定6で 4.0 って言われてるみたいですね。まあ、本当かどうかは知らないけどもネット情報なので。なので200回数えた時点で800ゲームになってるかなってないか。
応これでベルが200回、1232-446だから786円も、800円も回ってないですね。 3.93、 一応ネット情報だったら6以上ではある。買っちまった。222ゲーム。早く。あ、びっくりだ。しまった。今左隣空いたんですよ。でも大移動できない。トビさんやんないかな。左隣空いたんですよね。でも私今ウィッグ引いちゃったんです。まあやった方がいいですよね。ですよね。じゃあやります。うまい棒だって久しぶりだな。うまい棒の海苔塩味にようやく巡り合えて、で食ったんだけど、俺海苔塩がすごい好きなの、何でもそうなんですけど、めっちゃうまいの。毎日食ってるよ海苔塩味。うまいっすね。もうバカにされてるとしか思えないわ。30ゲーム、チェリー重複の下手、チェリー重複のレギュラー。おお、レギュラーだ。喜べない。喜んじゃった。あ、そう、これ中押してこれ外れたら当たりだ。そう、これ中押しするとね、簡単なんすよ。真ん中止まったら確か当たりなんすよ。あ、これが意外と楽なんだ。真ん中止まるとチェリープラスボーナスで、下段に止まるとリプレイかボーナスだな、確か。ですげえつまんねえんだけど、あのうまいっていうのビビるから、これやってた方がビビんなり済む。でももしこれが違うと2台じゃないですか。いいの、アイムも2台なんですよね。だから5台中2台のアイムと5台中2台のうまい棒っていう図式も成り立つんですよ。そうですね。私だったら、いや、これ番組ながらやってますけど、普段だったらやってないです、うん、そう、僕もやんないね、はい、普段なら私はやめてるので。ベルはいいっすよ。私もベルはいいです。 3.5 分の1です。最後にもう一回ガサン出させてください。いや、いいっすよ。さらに悪化しました。やめましょうか。308分の1でさらに悪化したので、無駄遣いしてすいません。とんでもないです。やめるか。生産しました。はい、僕もやめます。まあ、15まで膨らましちゃいましたけど、まあ、あのミケルにはいいタイミングだと思います。まあ、これ打ってた方がチェリーバケも2回だったっていう話も聞いたし、でかつあの僕が一番懸念したのが、今うまい棒の島は5台中2台いいんですよ。2台は良さそうです、さすがに。だけどさっき思い出したんですけど、アイムジャグラーも5台中2台良かったですよね、っていうことです。なんか同じような性質の機種が5台中2台いいっていう方は、まあ、最低保証というかその入れ方がが5台中2台なんじゃないかなっていう、まあスペックはねそんなに甘いわけでもないし、そういう機種が5台中2台入ってるっていうのがこのお店のまあお約束事というか、なんだとすれば半分に満たない台数であっても十分親切な入れ方だったと思うんで、これ以上ちょっとあの数字が悪い台を半分かも全部かもって言っておくのはちょっと危ないかなということでやめたいと思います。はい、以上です。はい、というわけで、実践終了します。普段ならこれぐらい悪くなったらやめてますね。確かに五代賀さんの化け化が310分の1約で、5、6で2頃なのでだいぶ悪くなっちゃいましたし、さらにそれでもまだ全の可能性だけあればいいんですけども、まあ半の可能性もあるお店なので、そうしたらあんまり深追いできないかなということで、やめます。はい、というわけで実践終了でございます。比較的早く上がりになりましたかね。まあ私の中では、うん、もう
30分早く終わってもよかったかなと。いや僕もです、もう1時間早く終わってもよかったかなっていうような、まあ、あんまりこういうことは動画の中では言いたくないんですけども、そのおじさんガチってついてるんだったら、ちょっとあえて言わせてもらいたいけども、もし普段だったらここまで粘ってなかったかもしれないなって思いますね。だからすんげえ細かい話をすれば、僕もその鈍痛で数値が下がってきて、これ飲まれたらやめるかなって思ってる時って飲ます必要ってないんですよね。そうですね、そう分かるんですけど、でもやっぱりそういう風になりがちなんですよね。そこにあるあのたった80枚でも絶対流すべき で、で最後バケ引いてこれ飲まれたらやめますって言ってやめたんだけど、あのバケも別にじゃあたまたまそれやめようかなって思ってる時引っかかったんだったら別にゼロやめて全然問題なくて、そうですね、っていうのあるんですけどっていうところはやっぱ多少あったりしますね。うん、まあしょうがないけども。そうそうそう。でまあその後僕ニューパルサ打ちました。ああそうですね。まあガリさん続行っていうその続行の背景には可能性を追ってるだけじゃないのももちろん僕も演者なんで分かります。これは分かる。でもでそれでやる可能性が広がって、しかもそのやるは絶対100ゲームとかじゃないじゃないですか。ね、あのやるんだったらある程度状況が変化するかしないかを見てみるまではやるんだろうなと思ったんで、じゃあもうワンチャンスだけやってみるかと。まあ5台島4台以上の機種って絶対入ってると思うんですよね。そうですね、そうあの店ね、うん、うん、桃木さんは絶対4台以上の機種に入ってると思うんだけど、ニューパルはいつも分かんないんですよ。過去データ見てもとにかく分かんないんですけど、分かんない理由は入ってないからじゃなくて回ってないんですよ、人気がないというか、だから、分かんなくなってるだけなんじゃないかってことで、一応2の5が一番の台の中だ可能性があったんで、まあ、少しでも触ってみようかなと思ったんですけど、あんま良くなかったところにうまい棒がっていうところですよね。やっぱりその、あのうまい、私の中ではあのうまい棒を追うそのリスクがね、いくつか出てきちゃったわけですよ。その善じゃなくて反の可能性っていうのと、そうですね、あとそのもしじゃあ普段だったらどうしてんだろう、普段だったら店移動立ち回りもあるわけじゃないですか、それもできないと。できないで、その判だとしたら、明らかに今明暗がはっきり分かれてる。そう確かに、っていうのもあって、なのでこのもし善だった時のメリット、小さいメリットのために、この複数のリスクを自分で負うかなって思ったら、まあ、本当は負わなかったんだけど、ただまあ決着つけたかった。あのね、この今の私の判断基準って私の考えじゃないですか。でも見てる人がいるじゃないですか。見てる人の判断基準ってもっと追った方がいいんじゃないかって思う人もいるかもしれないでしょ。だとしたらその極力多くの人が納得する状態まで持っていってやめたいっていう、まあちょっとまあまあね、その気持ちは本当演者としては分かるんですけどね。ただそのなんかその例えば YouTube で立ち回って、まあちょっと話ずれますけど、立ち回ってる中でこのぐらいだったらやめるなとかやめないなっていう基準ってガリさんと僕はもちろん違うと思うんですけど、それぞれがあるわけじゃないですか。でこれって誰にも触れられるものじゃないと思うんですよね。それは皆さんはそれの基準でいいと思うし、別にそれを責めるつもりも全くないんだけど、僕らは誰よりも打っているから、この経験値があのそんなに簡単にまくられるとも思わないわけですよ、なのだから多分僕の中では僕が一番正義だなみたいな、そういう、ね、基準の中で打ってるから、追うなら追うし、その見せたいなら見せたいし、その時時でいろいろ変わったりはするけど、良かったんだと思いますよ。ですかね、はい、僕もニューパルサー別にやってもやんなくてもよかったんですでしょうね。あの正直やんないですよ普段って。いや ぶっちゃけね、私も気づいてたんですよ、なんだけど、いやなんか付き合わせてもらってるなって仕事になってちょっと罪悪感あったいや当たんねえのかなあいつは俺あのしょうもないこと気にするんで、あいつ一回ぐらい当たれよと思って、あれ、うまい棒打つ前にそのカメラマンさんがあの、ま、その前任者というんですかね、前に打った方がチェリーバケン2回でしたよっていうのをなんかね教えてくださってたっていうのもあって、まあ弱いと思うね、内容的には。それも込みで、まあでもまあそれを聞いたのが俺じゃなくてカメラマンさんだっていうのもありだあったのがあったから一応打ち始めましたけど、すまねえ、難しいですよね、すまねえ、あ、いやいやいや全然全然で、まあ最後にね言ったのはアイム明らかなの2台だったじゃないですか。ありましたね。でうまい棒も2台だったじゃないですか。そうですね、明らかなのはこれ合致しちゃってんなって思ったのが最大の理由です。やめた、あのやっぱなんかあのなんだろう、北電子のガリさんにこんなこと言うのも北電子じゃねえからあれですけど多分
ば世間一般の目からしたら、はい、あのホールにおけるうまい棒とあのアイムの立ち位置って多分同じぐらいなんですよね。ああそうですね。あの、はいはい、ホールさんから見た目というか、はい、あの初心者でも楽しく打てる台で親切な設定の入れ方をするんだったら5分の2ぐらいで5ぐらい使っておくかなみたいな入れ方をされてた。要はそのなんて言うかな、イベントごとと関係ない入れ方をされてるような位置づけにあったように見えて、はいはいはい、でちょっとうまい棒に関しては過去にねあの経歴があったんで 3回連続ですごい良かったみたいなのがあったけど、はい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 、それがいざ外された時もいつもあのぐらいは入ってるのかもしれないですよ。ああかもしれないですね。そうって思うとちょっとこれもうやめた方がいいのかもしれないなっていうのがまずありましたね。でアイム本当は2台あると思ってなくて1台しかないと思ってたんですけど、いつも最初1台だと思ってました。まあ1台かもしれないですけどね、あれたまたまかけついちゃっただけで、うんうん、だけど、まあなんか2台ぐらい見えてうまい棒も2台ぐらい予想だったからこれ他のやつは、うんうん、そう、半分に足りてるとか足りてないんじゃなくていつもこれなんじゃねっていうのは、まあなんか最後にね、あれになっちゃいましたね。まあ私の判断基準で言うが、そのうまい棒を追った方がいいメリットよりも、うん、リスクの方が圧倒的に多くなってしまったっていうのが多かったかな、うんうん。あの状況で新花火や VS だったらまあ、ああ、ね、追ってもいいかなぐらいはあるんですけど、はい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 、そうですね。そう、うまい棒、まあ、うまい棒が悪いんじゃなくてうまい棒やアイムジャグラーだとっていうこと。例えがうまいな。え確かにね、あれがもし VS だったら今うまいにかけたんですか。いや、かけてないわかけてないわかけてないわ。そこはね、例えがうまいって言われたあうまい。あの、もう一回取り直していいですか。いや、うん、ごめんなさい、話してあげたけど、やっぱりね、うん、そのバーサスや新ハビだったら確かにね、あれまだいけるんですよね。いけるっすね、まあまあ、それでもなんかちょっとあのふてくされたら別にもういいよこんなやんなくてってなりますけどね。それでもまあいけますよね、そのリスクっていう部分でだいぶ減るから、うん、そうそう、ないに等しいですからね。今日は、1人8本マイナスぐらいです。はい、はい、ざっくりで申し訳ないですけど、はい、この辺見ていてね、だったんですけれども、まあまあね、別にお店にリベンジするとか関係ないけど、まあぜひちょっともう一回やらせてもらえたらなっていうふうな気はちょっとしてますけど、ちょっとやりがいがありましたね。やりがいはありましたよね、はい、そう、ダメならダメで納得して帰れるようなそういう空気はあったんで、スロットスタジアムのポーションさん当てるよね、はい、うん、ぜひね、また次回以降にチャンスがあればリベンジさせていただきたいなと思ったりもしております、はい、まあ次回まだどこになるかわからないですけれども、まだ次回以降もじゃあ楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。で、終わらないのが次のパートになるからね、はい、はい、またシャープ4でお会いしましょう。ここが一番面白いですから、はい、多分。さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信、 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。